ファンキュルタガタメプレゼンツ、今泉 P の絶つながるラジオ。ゲームプロデューサー今泉です。ディファルト役の須田ゆりかです。アルマセックの住友美智奈です。はい、昨日まではですね、ねえねえ今ピーをやったんですけど、今日は今話してみよう&やってみようコーナーをいきたいと思います。今話さないといけない問題があるよね。そうなんです、バレンタインです。はい、バレンタインですね。今日はバレンタインについて、バレンタインについて話すんだ。今泉ピーこんばんは。今泉ピーの考える恋と愛の違いについて聞きたいです。それはまずジェナさんのそれから聞きたい。私まだ子供だからよくわかんないな、難しいな。なんで、なんだっけ、クリスマスイブしないの？やめてやめて。メリークリスマスね、メリークリスマスをね。面白かったですね。恋と愛は分かんないけど、恋はあれだよね、どっちかというと自分に向いてるやつだよね。こう恋に恋してるみたいなね。恋はなんか相手よりなんかその片思い、その妄想だよね。例えば俺すぐ好きになるんだけど、へー意外。本屋の店員の子とかいるとするじゃん、はい、でその中でやっぱストーリーが生まれてくるわけ。俺がこう、あの子は絶対こういう子だみたいな、うん、図書館で私大学生かなとか思いながら、あこういう本が好きなんだろうなとか、そういうのを想像膨らましていくとすげえ可愛くなってくるね。はい、けどそれは虚像だ、偶像でしかない、うん、ただね、これがやっぱ恋だと思うんだよね。あーなるほどなるほど、きっとこんな子だみたいな。喋らない方が良かったりするってことですか？そう、なるほど。喋った瞬間に違うじゃんってなった時に幻滅する、それが恋だと思う。やだ、勝手にイメージしたのそっちじゃん。男は誰しも持ってるね、そういうところ。絶対あると思う。で、例えば俺リーダーとかさ、一番嫌いなタイプだけどさ。なんか仮面ライダーガールズのリーダーですね。仮面ライダーガールズの人見知ね。すごい、もうタイプとしては、もう女のタイプとしては一番嫌いだもん。なんでですか？何、ライブパフォーマンスの時のこう調子に乗ってさ、煽ってくる感じ。でも誰かの真似するってことは好きですよね。そうですよ。そうなんですよ。好きなんですよ。そっちのパターンもあるよね。逆に、その嫌だ、嫌だ、なんか嫌だな、もうこの人、友達とかになったら嫌だなっていう感じするけど、まあ実際するとね、大した話じゃない。ないですけど、すごい謙虚ですよね。そう、意外と謙虚で。いや、意外とじゃないですよ。なんかとっても謙虚で。なんだよ、そっちかってなって。逆にいいやつじゃん。普通にいいやつじゃん。普通の子じゃん。ね、それが愛とは違いますよ。危ない危ない、ね、お後がよろしいようでね。はい、また明日。チャレンジしないよ、ちょっと。